どうも、こんにちは。舞姫大学の特別講義、即課時の久保でございます。SNS 上で見かけるいろんなね、意見があります。いろんな考えがあります。で、その考えっていうのが、まあ、ニッチであればあるほど、なんか共感するときってあるわけですよね。まあ、例えばこんなの事例があるんですよ。山崎パンってあるでしょ。まあ、コンビニとかで売られてます。あの、普通のパンですよね。スーパーでもありますよね。山崎パンの社長は、 自分の会社で作っている山崎パンが発がん性物質を多量に含んでるってことを知っているから食べないんだと。だから山崎パンは危険なんだ食べるのをやめようみたいなねそんな考えが広がっちゃったりしてますけどもさあこういうふうな発言を信じる人って果たして山崎パンの社長ご存知なんですかね直接関わったことがあるんですかねいやそもそも山崎パンの社長が自社の製品を食べないことなんてあり得るんでしょうか いやでもね、パンに発がん性物質が入ってるっていうのは別にこれは嘘ではないんですよただ発がん性物質が癌を誘発するレベルで入ってるかどうかっていうことここを考えなければいけないんですよねそもそも私たちが水道水飲んでますけどもこの水にはトリハロメタンというものが入ってるんですよまさに発がん性物質ですつまり水を使う限り日本においてね全ての食品に発がん性物質が入ってるんですよ だから別に山崎のパン以外だってね。発が性なんですよ。全ての人が癌にかかる可能性があるんですよ。それをですね。山崎パンを食べなければ癌にならないという風な誤ったこう価値観を私たちは受け取ってるんじゃないかなと思います。ということでしょ。う。じゃあ、山崎パンを食べなければ癌にならないんですか？どうでしょうか？山崎パンをどのぐらい食べたらがんの可能性が上がるんでしょうか？ 多分ね、がんのパーセンテージが上がる前に、肥満でぶっ倒れますよ。そのぐらいたくさん食べないと、パンを食べてどうこうなるってことはないんじゃないかなと思いますね。だからちょっとね、冷静に考えると、確かにそうだよねって思えることってたくさんあるんですけども、最初に結論を SNS でボンと出されると、結論に至るまでの思考ってのを、人は使わなくなるんですよ。まあ、つまりは、陰謀論ですよね。陰謀論っていうのは何かっていうと、 世の中がこういう風になってしまったのはこいつのせいだっていう風に結論をどんとどん出されると確かになとそいつがあるんだと自分たちの努力とかミスとかは関係なくこいつらの力が強大だからっていう風になってユダヤマネーとかね言い始めるわけなんですよ。いやでもねユダヤマネーがねそこまで世界中にはびこってますかね実際世界中の,そのマネーを動かすほどにユダヤマネーっていうのは力があるんでしょうかね そそもそもユダヤマネー <laughs> という名前を付けられればなんとなく分かった気になりますけどもじゃあユダヤマネーについて説明してくださいと言われたら説明がうまくできないんですよ説明がうまくできないのにユダヤマネーというふうに突きつけられるとそうだそうだってなっちゃうというねうんもうちょっと私たちはね自分の頭を使った方がいいんじゃないかなと思うんですよほんの少しでもね別に思考停止してるとは言わないですけども思考しても停止してるのと同レベルだということかなと は思いますけども皆さんの頭どうでしょうか。じゃあいってらっしゃい。